3コーナーから4コーナーです。共にスタートの速い小林と日向でしたが、ここは小林がスタートを取って日向は自重しました。その日向が4番手、2分線6番の勝又が短期戦です。日向が後ろを振り返りました。最後尾勝又を警戒しているか。残り2周を切ったんですが、今のところアクションがありません。短期勝又動かずに4番手2番の日向もじっとしている。1番車の小林がしきりに後ろを振り返って、さあこの辺りは仕掛けません。間もなく鐘が入ります。スローペース、位置が取れてからは日向も行かない。そして6番の勝又も動きがなく、まだ誘導が残っている。ここで誘導は降りて、1番の小林が先頭、このまま前でペースアップ。後方から6番車の勝又がようやく仕掛けていくんですが、ちょっと中途半端な動きになりました。残り1周回です。1番の小林が前でかけます。そして追走が3番の走、3番手には飯島潤、一本棒、動きがないまま最終バックを通過いたしました。4番手、この辺りがようやく2番車の日向、まくり追い込んでくるんですが、届くかどうか。粘る1番の小林、番手からストーが最後は捉えたか。